スク教、スク教、スク教は16世紀にグルナーナクがインドで始めた宗教。スイク教、スイク教、あるいはシーク教とも呼ぶ。スイク、スイクとはサンスクリット語のシシュヤに由来する語で弟子を意味する。それにより教徒たちはグルナーナクの弟子であることを表明している。グルとは同志、または聖者という意味ある。総本山は、 インドのパンジャーブ州のアムリトサルに所在するハリマンディルゴールデンテンプル黄金寺院。経典はグルグラントサーヒブと呼ばれる1430ページの書き物であり、英語に翻訳されインターネットでも公開されている。世界で5番目に信者の多い宗教で約3000万人の信者がいる。少数だが日本にもコミュニティが存在する。 宗教の教義は、宗教家であるグルナーナクによる、グルグラント・サーヒルのほか、ジャブジー、アーサー・ディーバールなどの歯科によって伝えられており、経験な教徒は毎日これらを、明ら踊りする。ナーナクはその作品を通じて、真の宗教は、儀式や礼服といった表面的なものへの執着を超えたところにあるとし、イク、オンカール、イクオインカー。 神は一つであるというメッセージを繰り返すことで神の不可分性を説いている。神には色々な呼び名があり、それぞれの宗教によって表現のされ方の違いはあるが、諸宗教の本質は一つであるとし、教義の上では多宗教を排除することはない。イスラーム教のようなジハード、努力も説いていない。ただし、多宗教への批判を全くしないのではなく、 ナーナクは、ヒンドゥーイスラム領教の形外化、形式、儀式、観光、苦行は、批判をしている。その一方で、聖典に帰れと主張しており、宗教化、聖書解釈化によって作られた二次宗教から離脱し、本来の教えに立ち返るべきだとの信念を持っている。宗教とは常に、神の本質及び存在、ナームを思い起こし、家庭生活に結びつけることを要求される。 儀式、偶像崇拝、苦行、用が、旗用画の意味、カースト、出家、迷信を否定し、世俗の職業について、それに真摯に励むことを重んじる。戒律は、戒祖の時はなかったが、第10代グルゴービーウンド神宮によって、タバコアルコール飲料、麻薬が禁止された。祝教の最終目標は、輪廻転生による再生を繰り返した末に、 神と合一する無ィである。無口に至れるかどうかは他人への奉仕とグルの恩調にかかっており、無口と個人の性やカースとは無関係とされている。人の一生を精神の超越への肯定と考えるヒンドゥー教に対し、自分のことばかり考える人間は5つの煩悩、傲慢、欲望、貪欲、憤怒、執着に負けてしまうため、真の宿教とは一生を常にグルに向け、 神を究極の死、サドグルとして仰ぐ。教祖ナーナクが他宗教の影響をどれだけ受けたかという問題は現在に至るまで議論が続いている。ナーナクはヒンドゥー教と同様に輪廻転生を肯定しているが、カオストは完全否定している。これにはイスラームの影響もあると考えられている。この見解には宗教改革者カビールへの影響と、 北インドのイスラーム神秘主義であるスーフィズムの影響が考えられる。カビールの生没年ははっきりしていないが、1440年誕生1518年死亡説を取るなら、カビール及びナーナクの両人の接触はあったとも考えられる。思想の系譜としては、はじめにラーマーヌジャがいて、その孫弟子にラーマーなんだが、その弟子にカビールがおり、 その影響を受けたのがグルナーナクということになる。離婚については、好ましいことではないがやむを得ない場合は、仕方がないとの見解を取る。一神教のうちでは、同性愛に比較的寛容である。聖典に、同性愛について明示されておらず、同性婚を受け入れることはできないが、宿教徒たちはどんなものとも互いに愛し合わないければ、いけないいう教えのため、差別することはないというスタンスを取る。 特に重要な宗派として、以下の四つが挙げられている。ヒンドゥー教が生来から帰依するものであるのに対して、宿教は、改修宗教であることから、異教徒やインド人以外に対しても布教が行われる。アメリカにも、教徒がいる。教徒は、インド全域に分布しているが、特に総本山ハリマンディルの所在地である、パンジャーブ地方に多い。州内では、 人口の67%を占め多数派となっている。信徒数は約2300万人、日本には約1000人ほどが居住していると思われる。インドでは少数派でありながら社会的に影響力のある宗教集団である。ムガル帝国時代に武器を持って戦っていたため、灯されるが技術的な事項に強いものが多く、インドのタクシー運転手には祝教徒が多い。 宿教成立時から裕福で教養があり、教育水準の高い層のキエが多かったことから、イギリス統治時代のインドでは、管理や軍人として登用されるなど、社会的に活躍する人材を多く輩出し、職務等で海外に渡航した、インド人にターバンを巻いた宿教等を多く見かける。カールサーという団体に所属しているメンバーは、髪の毛と髭を切らず、頭にターバンを着用する習慣がある。 そのためヒゲのあるターバンをつけたインド人男性は宿教徒だとわかる。ターバンの着用はヒンドゥー教徒などでは一般的でないにもかかわらず、世界的にはインド人男性の一般的イメージとなっている。理由は宿教徒を参考。女性も髪を切らないのでロングヘアにしている。現在ではそのようなことをするカールサーのメンバーはヘリハンスを割ったとも言われ、それに代わって、 そのようなことをしない、カールサーに属ない、サヒジダリーと呼ばれる人が増えている。男性は、シング、ライオン、女性は、カウル、王女という名前を持つ。政治的には、アカリダルという宗教政党を持つものの、インド国民会議派の支持者も多く、政治的に団結しているわけではない。この州の国民会議派は、マンモファン新首相など有力政治家を生んだ。アカリダルは、 インド人民党と同盟関係にあり、1997年には、アカリダルとして、初めて州の政権を奪取し、アカリダル総裁のプラカーシ,ュシンバダルが、パンジャーブ州知事に就任したものの、2002年には、敗北して、国民会議派に政権を譲った。祝宿教の寺院は、グルドワーラーと呼ばれ、小規模な寺院は、ダルバールと呼ばれる。教に入るには靴を脱いで、 頭の上にハンカチを乗せて髪の毛を隠さなければならない。これはターバンを巻くカールサーのメンバーへの配慮と思われる。クルグラントサーヒブオータイ、1時間ほどの礼拝の後にカラーパルシャードと呼ばれる砂糖菓子が振る舞われる。また、神前の穀物をうやうやしく食べるが、これは日本で神社、仏壇の備え物をありがたく頂戴するのと同種の習慣である。 さらにランガルと呼ばれる食事が皆に振る舞われる。これは無料で内容はインド料理、チャパティ、パコラ、ヨーグルト、スープである。これはヒンドゥー教徒がカースとが違うものと食事を共にしないことに対する批判である。日本にある宿教人員としては兵庫県神戸市中央区野崎通り2-7にグルナーナクダルバールがある。 礼拝は毎週日曜日の11時半頃より行われ、2時頃に昼食が終わる。第十代教祖の4人の息子は、ムガル帝国との戦争で先に死んだため、遺言により、この後は、教典が、グルとされた。16世紀初めに、初代グルナーナクが沐浴中に刑事を受け不況を開始した。ナーナクは、パンジャーブにカタルプルの町を建設して、本拠地とし、 やがて宿教はパンジャーブを中心に北インド一帯広がっていった。当時この地域はムガル帝国領であり宗教に寛容なアクバルの統治下で繁栄していった。第3代グルアマルダースはナーナクとその後継者アンガドが作った聖歌と自作の聖歌、何人かのバガトの作品をもハンポーティとしてまとめた。1574年には第4代グルラームダースが パンジャブ中心部にラームダースプル、現在のアムリトサルを建設し、そこに黄金寺院の建設を開始した。黄金寺院は1604年に第五代グルアルジュンによって完成され、聖典アーディグラントが置かれた。アクバル氏後、ムガル帝国と対立するようになり、1606年にはグルアルジュンがムガル帝国の弾圧を受け死亡した。この頃から迫害とともに、 教団組織を整備し、反イスラム、反ヒンドゥイローを強める。アルジュンの息子である、第六代グル・ハルゴー・ビンドは、歴代グルの持つ、宗教的支配権、ピーリーに加え、全粛教徒に対する、世俗的支配権、ミーリーを持つことを宣言した。その後、ハルゴー・ビンドは、ジャハーン・ギール・ミカドによって一時拘束された。 第九代グルテーグバハードルはイスラムへの回収を拒否したカシミールのバラモングループの除名弾丸をした罪によりデリーで処刑された。これらの事件は進んで迫害に立ち向かい弱い者を守り神に意識を向ける執教との理想像である聖戦士サンチシパーヒーの概念を象徴したものとして影響を与えた。世紀後半には代目のグルビンドシングが 教団を改革し、教団内の権力構造を廃止した。また、武装集団であるカールサーを組織した。この頃より、宿教団は、反独立の姿勢を示すようになり、ムガル帝国の衰退と共に勢力を拡大させた。18世紀末には、英雄ランジート・シングが現れ、パンジャーブのみならずムルターンやカシミールまで勢力を拡大し全世紀を迎えた。 1801年には首都をラホールに定めて、祝王国を建国した。しかし1839年にランジート・シングが死亡すると間もなく、南に勢力を伸ばしてきたイギリスと対立した。1845から46年の第一次祝戦争で、パンジャブの東半分をイギリスに奪われ、1848から49年の第二次祝戦争によって、 全般ジャーブが英領になり、宿王国は滅んだ。英領となった後、セポイの乱において、宿教団はイギリス政府に協力し、以後祝教とはイギリスと協調路線を取って繁栄していくこととなった。20世紀に入ると、ヒンドゥーイスラーム領教の対立が激しくなる中、1947年のインドパキスタン分離独立に際し、宿教団はインド貴族を選択。 しかし、宿教徒の一部は独立国カーリスターンや自治権の拡大を望んだ。1966年には、宿教徒が過半を占める新州パンジャブ州が成立した。しかし1980年代に入ると、ジャルネールシンビンドランワレ率いる、旧進派が力を増し、パンジャブの治安が悪化。これに対しインド政府は1984年に黄金寺院事件を起こし、 インド政府軍が、シク教徒の聖地を襲撃して、ビンドランワレを殺害した、ブルースター作戦。この事件の反響は大きく、しばらくはこれに反発したシク教徒のテロが続発。1984年10月31日には、シク教徒の警護警官により、インディラガンディー首相が暗殺され、1985年には、シク教徒による、 インド航空182便爆破事件が起こるなど、したが、やがて沈静化し、1997年には、シク教の政党赤りなるが、パンジャブ州の政権を獲得した。2018年11月28日、パキスタン政府は、シーク教徒の巡礼用に、同国中部パンジャブ州などはあると、インド国境を結ぶ、約4キロのカルタールプルカイローの建設工事を開始した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。